えぇ、ー、バッフル飛んだか、飛んでトンネルの入り口のところで飛んだった、うん、えらいうるさいなこれ。え、ほんで拾うてきた、うん、おぉ、ここ手前の前にあるやん、あくまで行っちゃったやん、あくまで行ってうるさいな。おはようございます。全然チャンバー室がないねこれ。すごいストレートやね。信号はない。え、これ走るのは全然変わらん。マジで長やろ。超渋い。やばい。10万円。音がやばい。もうなんかもうやっぱ真鍮と音がやん、やっぱ響く、振動する。楽器に使うやつや。多分そうですね。トランペットとかアナーンと一緒になる。でもこのここは真鍮じゃないからね。うん、真鍮じゃない。こっからあの差し込み役。ああ。これぐらい後ろから、そっからが10万だな。全部で10万。普通のが1体で。え、あ、真鍮じゃこの曲げができんってこと？いや、分からない。弱いがやろうか。今日あの春のあれやのに目立たないから。すごい。もっとうるさかった。ああ、そうか、直感ではないが、一応これが配中継。それもなんか先かけられる。だってタイラップやきね。タイラップやきね。落ちてきて、ほんまに落ちとって。うん。今この辺まで行ったら。枝うるそうなったんやと思って、お前戻いたら飛んじるやん。もう時間ないときに飛ぶ普通に。ゆきちゃんがひょっとしたらこれにあれが持ちるかもしれんね。誰か持ちるでしょ。10ミリこれ 8? いや、帰ったらネジはあると思うんだけど。アイラップやばいですね。なんか飛びないんですか。これも太い芯入れてきたけど負けるね。そんなに熱くならんと思うけど。スーパーやな。スーパーやな。スーパーやな。で、嘘つきが多い。野田さん、捕まったらめっちゃごねてくださいよ。撮影するんで。すごい。音がすごい。Thank you.